演劇集団青の会 YouTube チャンネル坂下です。はい、今日は一緒に皆さんとストレッチをやっていきたいと思います。はい、ではいきます。ちょっと不思議な体験をしていただきたいんですけど、まず足を前にボーンと伸ばしてください。で、もう膝も全部ダランダランにしてもらって、ダボーン。で、前に倒してください。倒した感じで、後ろ、お尻の下から裏側がちょっと突っ張る、痛いなぐらいの感じをちょっと覚えておいてください。ダランです。で、呼吸をリラックスになります。自然な呼吸です。全然倒さなくても大丈夫です。はい。まずこの感覚を覚えてみてください。で、それで足を持っていただいて、指を足の指に全部、ギュッ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 グッギュッと掴んで持ってみてください。で、反対の手で足首とか持つといいかなと思います。で、大きく、大きく。いっぱいいっぱい回して、そうですね、5回から10回ゆっくりゆっくり大きく回します。で、反対もギュッギュッギュッ、もう本当にね、回すっていうか、もう本当大きく動かしてください。はい、で、回します。そしたらですね、結構これ足首を回すんだけど、ふくらはぎとかすねとか結構効きますので、本当に大きく回してみてください。では次です。指を親指人差しゆっくりギューッギューッと前後に2回ぐらいずつ行ってみましょう。反対も、あー、ごめんなさい、小指に向かってガンガン行きます。2回ずつ、1個ずつずれていってみてください。これもゆっくりゆっくりぎゅっぎゅっ回して伸ばしていきます。伸ばしていきます。はい。で、小指まで行きます。行きました？そしたらですね、結構ちぎれる感じ。で、引っ張ります。今度また指もね、ギュッと引っ張ってください。そうすると指の付け根、へこんだところがあるんですよね。そこをね、どの指でもいいので、歯磨きのようにガーって摩擦を起こしてみてください。熱いぐらい。ギュッ。で、はい、そうです、できました。それで次です。で、土踏まずのこの間ぐらいですね。ここをまた同じです。反対の手で、どちらの手でもいいんですけど、手でかかとから指に向かって、親指の方ギュッ、で、人差し指の方ニュッ、で、くす中指だ薬指で、小指でギューッと押し伸ばしを押してみてください。はい、結構ぎゅっぎゅにしてみてください。で、その次です。足をポンと置いてもらうとちょっとやりやすいかなと思います。で、手で、どっちの手でもいいんですけど、手のひらの付け根、これで同じように土踏まずのところへんをぐっぐぐっぐ、真ん中あたりまでかな、ぎゅっぎゅっぎゅっこう押してあげてください。はい、気持ちいいところ、グッ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 、これ結構気持ちいいんですよ。してみてください。すよって。で、次です。指、ギュッと曲げてもらうと、ここ骨がボコボコボコっと出ます。これ指の付け根になるんです。これをですね、もみ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 、親指の骨のところ、人差し、中指、薬指、これもみ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 してあげてください。おい、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 これね、結構立ち仕事の方いいと思います。ぜひやってみてほしいです。で、ペターンって置いてもらって、今もみもみしたところをゴシゴシ、今度は上からゴシゴシ、指に向かってゴシ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 してみてください。はい、ゴシ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 、はい、これでまず片っぽの足終わりました。で、同じく反対の足いきます。同じようにやりたいです。指、足の指に手の指を全部、
します。同じようにします。でそのまま息吸って吐きながらバランで倒してほしいんです。で倒した時にぜひ実感してほしいんですが、何にも足首ブリブリとかする前にやった倒し方、倒した時の痛さと今足をグニグニした後の痛さの違いあると思うんです。それをちょっと実感してみてください。結構倒しやすくなると思うんですよ。なのでちょっと不思議な体なんですよね。全然ギュッギュしてないのに足しか動かしてないけど、え、なんか柔らかい、ゆるい、楽っていうのをちょっと実感してみていただけるといいかなと思います。お風呂出た後とか寝る前とかぜひやってみてください。でまたよかったら、あれ変わったよとか変わらなかったよってあったらコメントいただけると嬉しいです。はい、今回はこれで終了です。ぜひ試してみてください。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた来週。